こんにちは、今回は、バハムート降臨の新カード8枚を紹介していきたいなと思います。まあちょっと一つ言わせてもらうと、ウィッチの新レジェンドが、もうチート、異常です。はい、もう、今まで出てきたレジェンド、紹介してきたレジェンドよりも、もう格段に、もう異常な性能なんで、ウィッチのレジェンドは最後にちょっと紹介するので、よければ最後までね。最後まで見てください。じゃあ行きますか。歴戦の傭兵フィーナ。コスト5の4号で、フォロワーのニュートラルのシルバーと、ニュートラルですね。で進化をすると、ミニゴブリンメイジ、ちょっと待ってください。これメイジは、カタカナですね。はい。ミニゴブリンメイジ1枚を手札に加え、そのコストを0にするということで、まあ、先行だと、進化使うのが5ターン目になるので、まあ、5個捨て進化時っていうのが出てきたのが、まあ、結構大きいかなと思います。で、そのミニゴブリンメイジっていうのは何なのかというと、これですね。これ前回紹介したので、まあ、あんまり触れないんですが、まあ、要はコスト2のフォロワーをランダム1枚自分のデッキから手札に加えるということで、まあ、コスト3の22ということで、まあ、なんか、冥府、それかなんかその、墓地を貯めたいとか、なんかフォロワーを枯渇させたくないとか、そういったデッキに入ってくるんじゃないかなと思うんですが、個人的にはまあ、使わないかなと思います。使われないかなと思います。まあ、まあ、そうですね。まあ、ミニゴブリンメイジっていうのも多分、強くなくて、ブロンズなので、まあ、使われることはないかなと。まあ、今回バハムートはなんかその、デッキから手札に加えたりするのが結構多いかなと思います。はい、じゃ次行きましょうか。ベビーフェルバー、コスト1の11の、フォロワーエルフの、ブロンズとファンファーレ、このターン中にこのカードを含めずカードを2枚以上プレイしていたならプラス1プラス1するということなんですが、これリノセウスでいいですよね。まあ、リノセウスで OK と。まあ、これあんま喋ることないです。次、早急の提督、ハモニカですね。コスの44、フォロワーロイヤルのシルバーと。で、ファンファーレ、ナイトを言ってらすナイトを言ってらす。ナイト確か1コスの11やったかな。で、進化時、相手のフォロワー一体に自分の場のフォロワーの数と同じダメージと。ってことは、こいつとナイトが出てきてるので、2のダメージは確定と。ただ、進化を使わないといけないと。で、こう、ロイヤルが、進化を使うっていうのは、まあ、フローラルフェンサーというね、もうコスパが最強な、フォロワーがいるんですよ。だから、まあ、こう、2ピックだと、まあ、入れてもいいかなって感じなんですが、まあ、フローラルフェンサー、入れるんであれば、こいつはまあ、使うことはないかなと思いました。次。甲賀の戦士キット、コスト2の21で、フォロワードラゴンのブロンズと、他のカードの能力でこのカードが手札から捨てられたなら、戦士をキット、一体を場に出すということで、これね、インペリアルドラグーンの効果でもし墓地に行ったらこいつも出ますよと。まあそんな感じなんですが、まあ、まあ強くないかなと思います。まあ、これについてあんま喋ることないですね。次、シャドウリーパー、皆さんお待ちかねの、ネクロマンサーのゴールドですね。2コスの11ですね。で、ファンファーレ、相手のターン終了まで潜伏を持つと。だから2コスで11の潜伏を出すことができると。まあ、ターン終了時までね。で、自分の他のフォロワーが破壊されるたびプラス1プラス1するってことなんですが、あんま強くないですね、これ。ゴールドの性能ではないですね。まあ、2コスで、まあ、1、潜伏持つっていうのが多分強いんですが、まあ、最大攻撃力が、5点かな、にしかならないし、まあ、あんま強くはないかなと思うんですが、まあ、このカードゴールドなんでね、まあ、後々なんか、なんかコンボでね、使われることがあると思うんですが、まあ、ゴールドっていうのが注目で、今後なんかね、なんかの相性で、まあ、潜伏ネクロとかが流行るんであれば、なんか強くなっていくんじゃないかなと思います。まあ、個人的に今回のバハムートは、まあ、全体除去がメインと。で、前回のダークネスエボルブが進化をメインと。で、次回なんか潜伏が流行りそうな気がするんですね。潜伏を主とした。じゃあ次行きましょうか。
人狼の群れ帳、コスト3の、22と、フォアワンパイアのブロンズで、これ必殺を持ってるっていうのはね、あ、非常に素晴らしいと思います。まあ、3コスで22の必殺やったら、まあ、結構いいと思います。ファンファーレ、復讐状態なら人狼の群れ帳を1体出すということで、まあ、まあ必殺は強いけどファンファーレの効果はまあまあ強くないですね。ただ2ピックだとかなり強いんじゃないかなと思います。復讐状態にしたら、まあ、こいつ2体出てくることになるからコスパもいいし、必殺が2体出てくるので、で1コスの突進持つやつとか、なんか発表されたカードありますよね、あれとの組み合わせとか結構強いと思います。はい、次、ペガサスの結晶像、結晶像、コスト3ミレットのビーショップのシルバーと、カウントダウン4、自分のターン終了時自分のリーダーと自分のフォロワー全てを1回復ということなんですが、まあ、カウントダウン4っていうのが結構多いですよね。あ、ここ注目で、まあ、エイラに入ってくるんじゃないかなと思います。自分のリーダーと自分のフォロワーも全て回復してくるので、非常に心強いアミュレットじゃないかなと思うんですが、まあ入れても1枚2枚ですかね。あ、まあ3枚入ることはないと思います。で、まあ実際使われるかどうかなんですが、まあ、このアビレット出すんやったらね、まあ、他のフォロワーとか、僧侶の聖水とかですね、まあ、優秀なカードが多いので、まあ、実装されて実際に使われるかって言ったら微妙、まあ、1枚入れる分には多分強いんですが、まあその程度ですかね。じゃあ最後行きましょうか。まあ、この動画の、見どころですね次元の魔女ドラシエ、まあ、この次元のっていうのがやっぱり癖ですね。やっぱなんか、なんか心に響くというか、次元の超越ですよ。これ次元の魔女っていうのが出てきました。はい、コスト9の55、あれ一見なんか雑魚くねと、思った方いると思うんですが、1分後にはあなたの、主観が変わってます。あなたの考えが変わってます。はい、この私の話を聞くことによってあなたの人生が変わりますファンファーレ、手札を全て手札を全て消滅させ、カードを5枚引く。これね、一見なんかうってなるんですが、要は手札が例えば2枚しかない、1枚しかないっていう時でもカードを5枚まで補充することができる。まあ逆に、手札が7枚あれば手札が5枚になってしまうんですが、だから超越には入らないっていうことがこれ分かりますよね。うん、超越っていうのは手札をね、8枚をキープしつつどんどんスペルブーストしていくというようなデッキなので、まあ、このカードの相性とはすごく悪い。うん、だけども、もうちょっと読んでみましょうか。5回スペルチート性能すぎでちょっと , 笑ってしまうわ。こんな5回スペルブーストおいおいどうした、これマーリンの完全上位互換じゃないか5回スペルブーストする、これえぐいぞこれ。うん、どのぐらいえぐいかっていうと、エッグトマト、要はエッグトマトですよ。でスペルブーストコストマイナス1なんてこった書いてあることがもうまさにもうなんかチートですね。本当もう、マリオカートでもうずっとキラーを使ってるような感じ。マリオカートで、ずっとなんかツーラーになんかいたずらされてるみたいな感じですね、これ異常。まずスペルブーストでコストマイナス1できるってことは実質0コスでまあ出せるってことですよね、これ。まあ、0、9コスぐらいだったらまあ全然出せるし、まあ、フレームデストロイヤーとか使ってて、まあ、思うと思うんですけど、まあ、5ターン目ぐらいにも0になってるんですよ。だから、5ターン目とかにこんなやつが出てきて、で、5回スペルブーストをする。で、もう1体目のこいつが出てきたりして、なんてこった、そんなことがあっていいのか？こいつ3枚入れるだけでもどんどん湧くぞ、これ。で、手札を全て消滅してカードをどんどん補充していく。カードを補充して、さらにスペルブースト。だからね、私考えるに、こいつを主軸とした、ルーンブレードサモナー、あれが多分流行ると思います。で、フレームデストロイヤー多分抜かれて、ドロシーと、ルーンブレードサモナーを入れた、超高火力のフォロワーの、フォロワースペルの、まあ、ウィッチが出るんじゃない、まあ台頭してくるんじゃないかなと思うんですが、まあ、やっぱこの、私が予想してたの通り、まあ、スペルブーストで、このコストを下げてフォロワーっていうのは出ましたねまあ私の予言はね的中するんですよ、まあ、私は神なのでね、は
はい、じゃあまあそんな感じで、これちょっとチートすぎてちょっとお話なんだ。あもうなんか他のファフニールとかさ、なんかサタンとか、まあサタンやな、サタンとかさ、なんか一時期なんかチートやとかさ、あんなん出されたら負けやんとかさ、あったけどさ、こんなもんさ、5ターン目にゼロコスで出されて、カード5枚に補充されて、スペルコート 5ターンされてさ、ルーンブレードサマナーでさ、2桁とか出てきたらさ、もうエグいぞこれ。あ、要はエッグトマトですよ。